半端じゃねえわ。いや、ついに発見も、いや、ついに見つけてしまった。ずっとさ、探してた商品があって。このシリーズさ、みんな覚えてる？俺の集めてるこの、液体の中に妖怪が入ってる、この塗り壁が入ってんだけど。めっちゃ可愛いでしょ？これね、振ったらね、こうやって、ぐちゃぐちゃになるんだよね。ぐちゃぐちゃになる、塗り壁。苦しそうだけど、元に戻るんだけど、このなんか、油と水が入ってんのかな？この中に入ってるのはよくわかんないんだけど、こう、上にね、乗ってる、こっちも塗り壁なんだけど、塗り壁。この油の上に乗ってて、こうね、ヒュイヒュイヒュイってこう集める。このシリーズ俺全種類コンプしたくて集めてるんだよね。たださ、何のシリーズかがね、ちょっとわかんなくて、まあ、ボトルに入ってるシリーズ名とか特にゲゲの鬼太郎ボトルマスコットって書いてるんだけど、調べてもね、だからいろんなボトルマスコット出てくるんだよね。だからはっきりとは全何種とかわかんなくてさ、もうなんかないんじゃないかなと思って。あ、で、ちなみに、これが一番最後にゲットした、前にゲットしたキタちゃんですよ。キタちゃんもゲットしたんだよね。キタちゃんグリーンの液体に。これさ、吸血鬼エリートでさ、下もちろんレッド、血のレッドで、吸血鬼エリート、あと、いや、もしかしたらあるかもしれないからね。わかんないから、このシリーズめちゃめちゃ探し戻る。あ、もうちょっと戻ってきたね。これ、キタちゃんも振ると、父さーん！これですよ。キタロウのせら、キタロウ、どこじゃ？キタロウどこじゃ？キタロウの姿ちょっと見えなくなるんでね。うわー、すげえ。で、塗りか、また塗りかぶっちゃう。ごめんね。塗りかぶ！塗りかぶ風とこんな感じで。見えなくなっちゃうんだけど、このシリーズがさ、俺めちゃめちゃ好きで、もうほんと、もういっつも探してるんだよね。中古ショップとか行ったりとかしたら、絶対探してるんだけど、見つけたわ。もしかしたら違うシリーズかもしんない。ちょっと見てみないと、詳しく見てみないとわかんないけどさ、もうね、袋からね、ちゃんと、でってる、でる、ちょっと見てほしいんだけどさ、でるってってるー。ここ違うのよ、ここ。めっちゃ古臭いでしょ、この、なんだろう、止めるところ。だから、かなり昔の商品だと、俺は思ってるんだよね。こっちはさ、ボールチェーンでさ、比較的新しいのかな？ボール、こっちの方がなんか新しい感じしない？イメージ的に。こういうのとかすげえ古臭い感じ、ここの連結部分とかすげえ昔な感じしない？これ。今のキーホルダーでなくない？こういう連結部分。昔のキーホルダーよくあったけど。で、キタちゃんですよ！ゲゲゲのキタロウ、水木プロって書いてる。だからちゃんとパチモンではないよね。水木プロってちゃんと書いてるから、もう C 水木プロってね、著作権の、書いてるからさ、うわー、キタちゃんがゆら、ゆら、ゆら、ゆら。でもこれも一応同じ商品じゃん、この油と、まあ、油っていうのかな、オイルって一応わかんないけど入ってるやつ。やっぱり違うのかな、これ。いや、でも違うシリーズだったとしても、一応ね、似たようなシリーズだから、キタちゃんが、かわいいでしょ？キタちゃんがこれ、ゆら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 。これ吸血鬼エリートでした、レッドだったら最高なんだけどな。もしかしたらあるかもしれないけど、まだ探し続けてはいるが。これも、振ると、父さーん！父さん！シュワーってこうなるんだよね。めっちゃ綺麗だよね、これ。つぶつぶになる。でもこれも元に戻るけどね、ちゃんとね。ふわふわ、ブク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 。すげえ、ブクブクの中でキタちゃんが 泳いでるみたいになってるけど、今回ま、また新しいの見つけたんだけどさ、違うシリーズだ、やっぱこれ。ここのチェーンの部分も違うし、こう表記もちょっと違う。これ、5期の鬼太郎のさ、ロゴだもんね。これ、ゲゲゲの鬼太郎。あ、これ5期だよな。まあ、そうだね。これ俺だもんね、これ。ゲゲゲの鬼太郎。第5期の鬼太郎のロゴだもんね。ゲゲゲの鬼太郎。だから、5期の鬼太ちゃんのシリーズ、いろんなシリーズ出てんのかな、これ。でも、塗り壁2つあるっていうのがね、これ同じシリーズだね。塗り壁2つあるんだよ。すごい、キタちゃんもこのなんかボトル型のやつあるのかなと思って探してるんだけど、なかなかないんだよね。今回このなんか丸っこいやつ見つけてゲットしたんだけど、まあ、とりあえず違うシリーズであってもね、ゲットできたからよかったわ、これ。すげえ嬉しい。新しいキタロウのこの、なんつうの、これ このあ、油シリーズ、ゲットできてよかったわ。しかしながらまだ4個だもんな。たったの4個ですよ。多分まだまだ種類あるんだけど、どこかに売ってんのかな、たくさん。ちょっとまとめてほしいよね、これ。すげえ、この油シリーズ大好きなんだよね。みんなもぜひ見つけたらゲットしてみて。とりあえず俺4個集まった。4個。
これを早く10個、20個、30個と集めてきて、その種類ないから、とりあえず全種コップし、とりあえずあの妖怪たくさん欲しいよね。妖怪ね。サザエ鬼とか、おぼろ車とか、いろんな妖怪入れて出してほしい。でも水着プロのやつもあったし、もしかしたらいろんな妖怪があるかもしれないから、ちょっと探しまくるわ。昔、特に昔のやつ欲しいね。今ゲットできるやつも欲しいけど、昔のやつもう手に入らないやつをね、ちょっと高くてもいいから、これもなかなかの値段したからな。結構高い。いや、昔のやつって高いんだろうね。これ多分昔のだと思うから、最近のじゃないよね。さ、でも最近のであんな高くなるわけないから、多分昔だと思うけど。いやー、いい感じだね。揃ってきたわ。それではまた次回、次もゲットしたらね、またみんなで見ようと思いますということで。吸血鬼エリート自分で作ろうかな、これ。赤いさ、油とかこれゲットして、水と、あとはフィギュア作れば、このケースとかに入れればいいだけでしょ。作れるかもしんないよね。吸血鬼エリートの赤いで。いやー、いいなー。めちゃめちゃかっこいいだろうな、エリートのやつ。